こんばんは、元男の子で元高知高校野球部で元142キロピッチャーの青木かのんです。今日もですね、撮影協力でいつもお世話になっているバッティングパレス花野店さんのマウンドから今日お届けしております。ありがとうございます。本日はですね、もともと男性な私が当時142キロ投げてたわけなんですけども、果たして女になったら何キロスピードボール投げれるのっていうことで、私はこのチャンネルで数々のピッチング動画出してきたんですけども、今回ですね、ありがたいことに何キロだっけ、113キロのボールを投げれたんですよ。今日はですね、あの113キロ投げた日よりも気温もあったかいですし、もう見ての通り私は真夏の格好ができるぐらいスポーツのパフォーマンスが出しやすい気候になってきたので、113キロ今日は超えられるんじゃないのっていうことで、果たして私のスピードボールが何キロ出るのか今から測定していきたいと思います。Thank you.
なんと今回記録更新で119キロ、2キロを更新することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。今マネージャー夫妻の家で撮ってます。なんでかっていうと、さっき閉店時間ギリギリだったんで急遽ここに来てるんですけど、どうでしたか撮ってる側の感じだと。もう動画見てもらえば分かりますけど、ものすごいいい球でした。そうですか。後半になるにつれてエンジン上がっていくって感じなんですか。そうそう、前回と同じであんまりスピード出てる感覚ないんですよ。出てますよ。出てます。出てます。出てますか。全然出てます。投げた後って振り切ってるから自分の球どこにいたか見えてない。これで落ち込んでないんで球が。あ、もうそっさーって走ってくるんで、マジっすか。じゃあ次は120キロを目指すですね。結構限界っすよ。私今体ぶっ飛ぶぐらい投げてました。おいで帰ろうかなっていうぐらい4月中なんで、はい、4月末まで120キロだったらなんか行きそうな気がしますよ。120キロ出たら引きません。頑張って120キロ出すから見てけ、見てけ、続けよ見届けろよ。いや先端恐怖症の人やばいか。やばい。ということで、無事今回は2キロ更新することができました。ありがとうございました。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。次回も見ろよ。